どうも皆さんこんにちは、着馬です。本日はですね、ANA の感謝の日、毎月29日にね、行われているわけなんですけども、今月はですね、こういった形で ANA 創業70周年を記念して3日間ね、行われるっていう風になっておりまして、本日の動画ではですね、こちらの解説と、またね、JAL のブラックフライデーもですね、今現在行われてるっていう風になりますんで、本日はね、こちらを解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ね、ANA 70周年記念ということで、ANA の感謝にね、拡大されて、本来ね、11月の29日限定でね、行われるわけなんですけども、今月に関してはね、3日間という風になりますんで、11月の29日、30日、12月の1日、3日間でね、行われるっていった形になります。またね、JAL のブラックフライデーに関しては、こちらね、昨年もやってたと思うんですけども、片道ね、1区間ごとにですね、500EJAL ポイントがね、もらえるキャンペーンも行われてるっていう風になりますんで、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで内容にね、入っていきたいなと思うんですけども、まずね、ANA の方ですね。今回、ANA 創業70周年記念ということで、今回セールがね、11月の29日から12月の1日までね、行われるわけなんですけども、申し訳ないんですけども、今回ね、行われる項目が全部で12個もあるんですよね。ですので、ちょっとね、私の方で気になる点をね、紹介していきたいななんていうふうに思いますので、もしね、全部見られたいっていう方はですね、公式サイト概要欄に載せておきますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。まず一つ目ですね、こちらね、2023年の1月の5日から2月の28日登場の ANA スーパーセールということで、こちらね、対象が全国っていう風になっておりまして、片道運賃なんと7000円っていう風になるんですよね。これすごいですね。ちょっとね、年内の話ではないんですけども、2023年の1月の5日から2月の28日で片道ね、7000円のスーパーバリューセールがね、行われるっていう風になっておりまして、で、対象便はですね、全国っていう風になっているわけなんですけども、一部ね、公式サイトにも掲載がされておりまして、羽田メインの人は羽田、札幌、沖縄、伊丹、福岡、まあ、ここら辺もですね、全部7000円っていう風になりますんで、これはめちゃくちゃいいですね。はい、11月の29日からですね、こちらね、セール開始っていう風になりますんで、もちろんね、こちら、スーパーセールっていう風になりますんで、どんどんね、座席はなくなっていくっていう風になりますんで、もしね、こちら、利用されたい方はですね、11月の29日ね、日付が変わった瞬間からね、こちら、販売開始になりますので、ぜひね、待機してね、利用していただければなと思います。それでは次にですね、こちらです。2月登場まで対象、ハワイホノルル路線スーパーバリューということで、ハワイのホノルル路線に関してなんですけども、2022年の11月の29日から2023年の2月28日まで、こちらね、エコノミークラス限定にはなるわけなんですけども、こちらもね、セールということで、これね、公式サイトに値段はまだ書いてないんですけども、報道機関にね、こちらも値段がね、発表されているみたいで、もう、いろんなところでね、値段出ておりまして、東京ホノルル区間エコノミークラス、燃油サーチャージ込みで、なんと9万5000円でね、販売されるっていう風になるんですよね。いやー、これすごいですよね。今 ANA マイルをね、使った特典航空券で行こうとした場合もですね、この燃油サーチャージっていうのが ANA マイルで ANA の特典航空券ね、発見した場合は、この燃油サーチャージね、かかってきてしまって結構高いんですよね。まあこれが燃油サーチャージなんですけども、この燃油サーチャージもですね、込みで往復9万5000円っていう風になりますんで、まあエコノミークラスにはなりますけども、かなりいいですよね。ANA マイルね、保有されている方はですね、ANA スカイコインにね、交換されてね、利用するのもね、結構いいのかななんていう風に思いますので、こちらもね、狙いたい方は、11月の29日からね、販売開始になるっていう風になりますんで、こちらもね、待機して購入ね、していただければなと思います。それでは次にですね、こちら ANA トラベラーズの特別プランですね。宿泊期間が2023年の1月の10日から2月の28日までなんですけども、なんと1泊1名7000円ということで、こちらもね、70周年の創業祭ということで、めちゃくちゃ安いですよね。昨年ね、この ANA の ANA トラベラーズの特別ホテルプランで非常にね、ホテル価格下がって話題になったんですよね。ですので、これもね、非常に楽しみにしております。この対象ホテルはね、当日発表になると思うんですけども、これもね、結構いいと思いますので、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。
ANA はね、こういった感じですかね。これ以外にもね、あと9項目ぐらいね、ありますんで、気になる方はね、ぜひ公式サイトね、チェックしていただければなと思うんですけども、次はですね、チャルのブラックフライです。こちらですね。こちら11月の25日の0時からね、始まっておりまして、もうね、こちら始まっております。でまずですね、キャンペーンがやっておりまして、まずね、日の出フライトなどの招待のね、キャンペーンがやっておりますんで、まあ当選人数はね、かなり少ないので、まあ当たったらいいなぐらいで応募しといていただければなと思うんですけども、一応ね、こういったのもやっておりますので、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、エントリーしといてください。で今年もですね、こちらです。国内線航空券お一人様1区間ごとに漏れなく500イージャルポイントプレゼントということで、こちらはブラックフライデーですね、1区間ごとに漏れなくね、500イージャルポイントがね、もらえるキャンペーンがね、今現在やっております。でまたですね、11月の25日よりですね、 JAL ね、タイムセールもやっておりまして、搭乗期間は12月の16日から1月の31日までっていう風になっているわけなんですけども、こちらね、狙われている方はですね、かなりね、おすすめっていた形になります。1区間ね、利用されるごとにね、500イージャルポイントね、もらえるっていう風になりますんで、利用される方はですね、めちゃめちゃいいですよね。で今ね、 JAL の国内線の航空券でどこを通して買うのがね、お得なのかっていう話なんですけども、今ね、お得に出ているのは LINE ショッピングっていうのを知ってますかね。 LINE がやっている、まあ簡単に言うとポイントサイトみたいな感じで、まあ LINE のね、 LINE ショッピングを経由してJAL のね、国内線を利用していただくと 5% 還元っていう風になりますんで、画像ね、こんな感じになるわけなんですけども、LINE ショッピングを経由してただね、購入していただくだけで 5% ね、LINE ポイント溜まっていくっていう風になりますんで、まあ LINE ポイントはね、LINE Pay でも使えますし、ちょっと前にですね、PayPay にもね、ポイント交換できるようになりましたので、貯められていてね、損はないかななんていう風に思いますので、JAL のね、国内線利用される方はですね、LINE ショッピング経由して、JAL のね、航空券購入するようにしてください。概要欄にね、詳細に載せておきますので、そちらもね、利用される方はぜひね、チェックしてみていただければなと思います。ということで今回ですね、 ANA と JAL 両方とものね、セールを紹介させていただいたわけなんですけども、いやー、 ANA のね、70周年の創業祭のこの ANA 感謝の日、めちゃくちゃすごいですね。ちょっと9万5千で往復エコノミークラスで行けるんであれば、めちゃくちゃいいですよね。はい、ちょっと私もね、行けるかどうか検討したいですね。はい、奥さんが行くって言っていただければちょっと行けるかなっていうなところなんですけども、まあこれね、年末年始も被っていて、まあどのぐらい空席があるのかね、正直わからないですけども、まあこれ特典航空券じゃないんでね、航空券なんで、フライングホルンがね、飛んでる飛行機であれば、まあめちゃくちゃ座席あると思うんで、売り切れるってことは多分3日間以内あるのかな。まあでも9万5000だったらちょっとあるかもしれないですね。はい、まあいずれにしてもですね、狙っている方はですね、早めにね、チェックしていただければなと思います。 ANA の感謝の日に関しては11月の29日のね、0時きっかりにね、開始になるっていう風になりますんで、まあ国内線のセールもね、合わせてこちらね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。